てくれ、はい、考え事をしているときや何か行動するときに独り言を頻繁に言ってしまうのですが、良くないことなのでしょうかということですね。これはですね、先日もちょっとあの言ったんですけども、非常にいいことです。非常にいいことなんです。で、ね、考え事をしているときや何か行動するときに、独り言をブズブズブズこれ走ってだからこうなって、うん、たまにいるでしょ、ブツブツつぶ、何かブツブツ一人で言いながら歩ってる人っていない？たまに笑ってニヤニヤしながら歩く人、超キモい感じがするでしょ。ところがね、彼ら自身の問題としては非常にいいんですね。なぜかというと、人間の自分の、うん、普通は人間のほとんどの行動を自分は意識してない、意識してないんだけど、うん、あれがこうなって、こうなるから、ああなって、みたいな。全部一個一個実況中継した。これ、ビバサナ瞑想なんですよ。実は。だから、これはね、非常に推奨します。ただし、恥ずかしいので、恥ずかしがり屋の方は、外では、気をつけた方がいいかなって感じがしますね。癖の人は、まあ、よく自分では気づかなくても、なんかこう独り言をブツブツ言ってるなんて言われることがある人はいると思うんだけども、これは悪くないんですよ、はい、恥ずかしいだけです人前でね、はい、あとはもう街にそういう人がいた場合バカにしちゃいけない。あの人は自分よりもちゃんと、今を認識しているということで、ヴィパッサナ瞑想、ブッダが作ったあれをやってるんだなと言えますね。はい、なのでこの前、質問があって、過去のことに思い出に巡らされてしまうと、囚われてしまうという質問あったでしょ。あの方にもヴィパッサナ瞑想を勧めましたけども、まさに今のことに集中している証拠ですからね、はい、大切にこのスキルをなさってください、はい、とてもいいことだと思います。